あれなまねまっしょん、時は金なり、貧乏暇なしからリッチ暇なし、Let's go! Mr. Dynamite, back in the game, rock in the play, I got that back in the place of my monster. ヒップホップ黎明期から牽引するレジェンド、ジブラ、新進気鋭のラップスター、イエローバックス。世代を超えたコラボ楽曲のレコーディングに、リューハールのカメラが潜入。このプロジェクトを仕掛けたのは、ヒップホップの聖地、クラブハーレムのレーベル、ハーレムレコーディングス。そして楽曲制作を担ったのが DJ はじめと DJ 渡来、共に90年代からクラブの現場で活躍してきたレジェンド。ハーレムレコーディングスを、その再始動させようって話になった時に、そのハーレムでレギュラーやってる DJ の楽曲をまず出そうっていう話だったんですけど、で僕はトラックメーカーでプロデューサーっていう形で、日本語ラップと言われるものがすごい流行ってるし、今世の中にこういうのもあるしああいうのもあるけど、俺らはこういうことずっとだから20年近くやってきてるし、俺らだからできるプロジェクトとしてやっていかないみたいな話をして、 DJ として培った確かな審美眼で客演ラッパーに選んだのがジブラ、そしてイエローバックス。世代を超えた化学反応を落とし込んだ楽曲 Do It をリリース。超ベテランとすごいフレッシュなこうラッパーをね組み合わせたらどうなるかな、ラップをするぶっかますみたいなテーマだけを2人に投げて、それをだからこうやってもらってるっていう感じ。クラシックスを作るために作ってるみたいな、そういう2人なんで、これはちょっと本気ですごいの作んなきゃなって思わされるっていうか、俺は俺でその、自分の歌詞の中でも超オーセンティックって言ってるんだけど、ある意味ヒップホップのオーセンティックな感じだし、ある意味オーセンティックジブラって感じかな。超オーセンティックオートデリリスナーの鼓膜をそこでゲリ、特徴的な声とフローマッシュ、圧倒的に刻んでリリコドンパッチ、ミスターダイナマイト back in the game rock in the play アタックス back in the face I'm a monster 眠りから覚めた怪物ライブ見りゃ一目瞭然のバイブ。今までのシーンを作り上げてきた、しかも東京のど真ん中でっていう人たちに紛れてやるってことはすごい光栄なことで、どうやるか、どんなバースを醸すのか期待されてると思うし、絶対に飲み込まれないように、どうやみたいな、レコーディングやるにしろ、リリック書くにしろ、何するにしろ、やるの、やらなきゃいけないんだよ。このフックのこう時代的な感じ、こう50とか G ユニット感みたいなすげえ感じて、すげえ俺は上がってます、とかです、現場でプレイする DJ だからこそ表現できることを模索し続ける。 DJ が表現することで曲の聞こえ方がすごく変化するっていうところに、なんかその可能性っていうのはすごく昔から感じてます。特に言うとこの現場、いろんなクラブで DJ やって、リアクションをやっぱ自分たちが一回吸収して、でそれをやっぱクラブヒットにつなげるみたいなのはやっていくべきじゃないかなと。そこにドビッツあんなら Do it、 そこにマイクロフォンがあんなら Do it、 やったもん勝ちだろ Rap Music。